はいどうも、VIP です。やってきました、VIP です。よろしくお願いします。VIP です。ということでですね、本日の動画はですね、ちょっとね、あまり時間がなくて、どんぐらいの時間数になってるかわからないんですけども、この動画。ダッシュで撮影して、ダッシュで編集しないといけないんですけども、ノーマルスカウトと、ちょっと契約書開封と、おそらくガチャかリアタイやってます。はい。ちょっと申し訳ないです。ちょっと使ってみたの選手いっぱい。ちょっとこれ、じゃあこれからのやる使ってみたの選手ちょっとお見せしましょうか。今ね、とりあえずやろうと思ってんのが、この増田選手。このタイピンチの高速進化ですね。これスピリング出てきてても強かったんすよ。よりやりたくなった。あ、けどそんぐらいやな、今やりたい選手。ちょっともう企画やっていこうかな、じゃあ。あ、前剣選手が見たい。見たい選手いる？この中で。今言って。今見てちょっとやってほしい選手が中村くんとかどう？ね。あ、ディアズとか極みにできるな。まあちょっとね、やれてない企画とかあるんですよ。オール OB とかまだやれてないんで、全員 OB って僕の醍醐味じゃないですか。だからそういうのとかもやっていきます。はい。ということで、ちょっと契約書開封していっていいですか？欲しいのがね、中日の選手が全然揃ってないんですよね。あと巨人のシリーズ2。シリーズ2の選手結構少ないんで、ちょっとゲットしていきたい。さあ、お願いします。昨日のね、動画の反響めちゃめちゃでかかったな、ブレイキングダウン。まあ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 、いいけど。はい。来い。ないか。これで。いやー、あとあれやね、交換会の結果が今日来てるんかな。もう僕ちょっとね、3時前に撮影しないといけなかって、編集もね、ちょ2時までに終わらせなあかんので、交換会の結果また明日の動画やね。さあ20枚目。最近ゴールド契約書から S ランク全然出えへんねんけど。おお、来たー。え、来た。え、言うた瞬間に来た。えぐい。え、めっちゃ嬉しい。ゴールド契約書からの S ランクってめちゃめちゃ嬉しいよね。これほど嬉しいことない。なんでやねん、もうシンプルなんでやねん。なんでかぶんの、こんなシリーズ2持ってないのに。なあ、どういう確率、森友かぶるって。なあ、オリックス行くしや。じゃあこの S ランク契約書、このパーセントいこか、もろもろ。 10% が1,2,3,4 か5で、 30% が2枚か。 OKOKOK 出るでしょこれ。出んかったらちょっと裁判沙汰でしょ。ねえ、裁判沙汰。A ランクすら揃わないよ、さすがに。お、いや、やばい、やってる。よーし、よしよしよし。さあ、何枚出るかね、Sランク。はい。なんでだ、めっちゃかぶるやん。まだあるよね、さすがに。まだあるよね、まだあるよね、まだあるよね、まだあるよね。よし、なんでだ。なあ、どんだけかぶる。俺ズル向けやって、だるいって。かぶってるやつはわかるけどさ、かぶるのは。ズル向けがかぶるってどういうこと。え、バリやる気なくなんねんけど、マジで。なあ、じゃあもうさすがにこの C ランク以上確定ノーマルスカウト10回引けます。いや、11回か。 S ランクお願いします、出てくれ。はい。寂しい。 B すら出ないの。 C ランク以上確定してるから、なんか演出があれば。あ、来た。これ B ランク以上なんですよ。こうなると B ランク以上。ただまあなさそうやね、これは。さあ、お願いします。満月来てよ。あ、来た来た来た。え、待って、これ A ランク出んのも結構な確率よ、これ。嘘嘘、 S ランク来い。結構ない。なんかこれで S ランク出たって人からなんか自慢の DM いっぱい来たけど、いらないですよ。はい、そんなんいらんよ別に。それ見ても俺何も思わんから。うん、なーい。まあまあまあ、 A ランクあると。はい。おお、坂木浦。いや、坂倉。これ確率でいったら何パーなるね。確率って表面表記されてんのかな、これ。来た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 。これは B、 A ランク、これ B ランクやね。さあ、あと7回。はい、あと6回。頼む、これちょっと S ランク出て見せ場見せてくれ、頼む。これも B。 あと5回、ラスト。あ、お、来た来た来た、ラスト来たよ。頼む、ラスト、ラストに S ランク、お願い。これマジで、もうこれと、これ来たらマジ取れ高、取れ高。もうほんまに頼む、お願いお願い。打って打って、うわ、止め、笑い笑い、頼む。はい、グーマックガフ。はい、ってことで、じゃあちょっとね、あと残りはこのスパークのガチャで、俺吉川尚輝選手が欲しくて、巨人純正で、まだセカンド出てないんですよね。で、あと岡林選手の写真か、まあその辺を引いていきたいんで、まあこっから、あ、せや、え、待って、6回目
うっすら確定やん。俺まだ4回しか引いてない。30連引けるやん。ラッキー。ちょっとせ、俺スパーク第2であんま引いてなかったんや。よかった。とりあえずは皆さんに S ランクをお届けできるということで、はい、まあ、4回目はなさ、これ打ったら吉永直樹。はい、なし。さ、昨日のさ動画でさ、俺アニメが好きって言ったんですよね。チェーンソーマンとか、ブルーロックってアニメに今ハマってるっていう話をしたんですけど、まあ見事にネタバレされましたわ。はい、ネタバレされました。わかりますか、ネタバレされる気持ち。皆さん、ワンピースとか僕全く見たことないけど、最後ネタバレ、なんかネタバレとかされたらムカついてる人結構いるじゃないですか。その人の気持ちわかりましたよ。はい、ネタバレされました。いやほんまね、ネタバレされるとマジでね、見る気なくなるというか、まあまあ見るねんけど、ほんまにね、そういうことするやつってほんまにね、意味がわからん。マジでクソですよね。一言で言うとクソ人間ですよね。うん、ほんまに。まあまあそういうところでね、僕がね、アニメハマってるとか言うのも悪いかもしれんけど、それすらも言えない世の中なんですかね。好きなアニメも言えない世の中なんですか。僕悪いんですか。うん、ちょっとごめん、めっちゃ腹立ってきた。マジでほんまに腹立つ。マジでちょっと昨日めっちゃ腹立ってた気持ちがまた今日腹立ってきたわ。もうほんまにもうネタバレだけはマジでやめてくれ。もう、あ、もうちょっとなんか届け物来た。ちょっと待って、お届け物来たわ。お届け物が来た。いやもういいや、忘れよう。もう、うん、そのことは忘れます。はい、いきます。来い、辰巳選手。ああ、まあ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 、あれなんかタイトルホルダー取ってなかったっけ、気のせいか。まあだから昨日の動画のコメント欄は見ない方がいいです。僕もね、コメントって、皆さんのコメントって本当に全部見させてもらってるんですよね。いいね押してるじゃないですか。どんなコメント、クソなコメントでも、もうそのネタバレのコメントにもいいね押してますし、僕もちろんね、まあ、コメント見たよっていうことやってるんですけど、皆さん見ない方がいいです。ネタバレされてるんで、はい、コメント欄は。僕はもう見ね、けど僕ももうちょっと今見、ごめん、昨日もう多分ね800コメント以降は見てないかもしれない。マジで申し訳ない。もうネタバレ、もうそれ以上またネタバレ見んの嫌なんで、ちょっとごめん、ほんまにごめん。だから今日のコメント、今日からのコメントはもちろん全部見ますし、はい、昨日の動画のコメントはちょっともう見ないかもしれない。悪い。まあどうせ今日のコメント欄でもねネタバレされるんやろうけど、まあまあいいですよ。もうそういう人間は一生そういう人間でいてください。って言ってる間に S ランク来てないよ。これもう S ランク来たら終わろうかなと思ってるんですよ、僕。お願い、マジかよ。ちょっとなんかもうそのイライラビップのまま終わりたくないからね。 S ランク出て終わりたいよ。はい、いやマジ。そういえば平選手がなんか先発じゃないとなんか契約更新せえへんみたいな感じで、先発として来季から先発やるみたいですね。だからプロスピでも来季から平選手先発つくんで、まあ、9位高い先発として出るのはちょっとありがたいよね。まあ球種的にはね、ちょっと平選手めっちゃ強いわけじゃないんで、まあリアタイで使われるかって言われたらちょっと分かんないけどね。ちょっと待って、全然、ちょっと待って、おい、てか俺ガチャ動画毎回こうやってもう S ランク出てなかったらカットするからVIP のガチャ動画見てたら他の人のガチャ動画がめっちゃ長く感じるみたいなコメントあって、ちょっとマジで申し訳ない。それ他の YouTuber に、俺もマジでカットしまくるからな。もう S ランク出てなかったら、まあ、喋ることあったらねカットはしないんですけど、これも多分カットでしょう。しかも追加だる。ちょっともう何の追加やねんこれ、マジで。もう動画終わりたいのに。はい、また追加しました。もう意味が分かりません。さすがにもう、さすがにね、さすがにこんだけ捨てなかったらやばいよ。はい、落ち、終わりましょう。うわ、スパークの選手確定してるんで、はい、もうこれ吉永選手出して終わり。吉永ちゃん、ごめん、吉川選手。はい、さあ来い来い、吉川ランキー2つ。なんでやねん。You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible.